八神さん、その看板ですね。事件前、江原はそれにもたれかかっていた感じです。そうそう、そんな感じです。江原はそこに立って痴漢する相手を物色してました。このキャップにサングラスの男が江原です。江原は結構長い時間このホームにいたんだって。ねえ、改札を通ったのが事件当日の午前7時43分でした。防犯カメラにも映っていますし、彼の交通系 IC カードにもその入場時刻が記録されています。その後このホームを1時間くらいうろつきながら女性を目で追ったりしてました。痴漢相手を探して1時間も気持ち悪いですよね。その江原の映像を撮った防犯カメラはあれか。そうですね。そして9時6分、江原はこの被害者女性に目をつけ、新宿駅に向かう電車に乗り込んでいったんです。ピンクのカーディガンの人、白いスカートの。そうです、マミヤ・ユイさんという OL でした。6歳になる男の子の母親です。そしてさらに電車内の防犯カメラでも2人の様子が捉えられています。被害者の証言によると、痴漢は最初手の甲でお尻を触っていたようで、それからだんだんスカートの中に手を入れてきたそうです。胸クソ悪いな。多分抵抗しなさそうなおとなしい感じの女性を狙ったんでしょうね。頭にきますよ。犯行が起きたこの電車は次の新宿駅までノンストップで6分。被害者はその間怖くて助けを求められなかったそうです。この映像俺のスマホにも送っといてくれる？ねえ。では次は新宿駅に行きましょう。この後向こうで痴漢が捕まる姿は痛快ですよ。まあその人がうちで弁護した被告人なんですけど。この電車は各駅停車。もうすぐ新宿駅です、八神さん。今はこの電車空いてるけど、事件が起きた時はもっと混んでたよな。ええ、普段あの時間帯の乗車率は 180% ですって。で、俺が今いる位置がだいたい江原の立ってた場所か。江原と被害者が電車を降りたのもホームのこの位置です。被害者の間宮さんはこの駅に着く直前、スカートに入っていた痴漢の手首を握り返しました。そしてその手の主をはっきりと見たんです。じゃあ間違いなく痴漢の相手を特定できたわけだ。ええ、それに江原の手からも間宮さんの下着の成分が微物検査で採取されてます。で、被害者から逆に腕を掴まれた江原はすぐにその手を振りほどいて慌てて逃げ出しました。電車を降りた江原はホームをひた走ります。
それを被害者の間宮さんが追いかけたんです。周りの人に応援を頼みながら。ああ、そこから先の映像はお茶の間に何度も流れてた。そうですね、ここまで証拠映像が揃ってると弁護の余地なんてないですよ。防犯映像はテレビで流されてた以外にもあるのかな。ありますね。ほら、今僕らにレンズを向けてるのだって一台だけじゃないです。ワンサがあります。確かに。で、最終的に江原が取り押さえられたのは向こうにある階段の手前です。そうだ、ホームの見取り図がありますよ。事件の時、江原たちが電車を降りたのがここで、取り押さえられたのがここね。この距離はだいたい100メートルです。江原も被害者も人をかき分けながら走っていました。現場は大混乱。江原が取り押さえられた後も安全確認のために20分ぐらい電車を動かせなかったんです。なあ、この見取り図に防犯カメラの位置と向きを追加できる？ねえ、できますよ。じゃあ江原が捕まった地点に向かいがてらカメラの位置もチェックしていきましょうか。カメラはこれで全部チェックできたと思います。駅ホームの俯瞰図が完成しました。ここに今防犯カメラの位置とレンズの向きを加えてみます。これは怪しいな。江原が痴漢をしてた時の状況は大まかに言ってこんなところです。どうですか、八神さん、何か気がついたことは？江原も被害者の間宮さんも普段からこの時間の電車を使ってたのかな。ええ、被害者は通勤に利用してるので平日はほぼ毎日。江原も通勤利用なんですが、犯行当日は休みで別居中の奥さんのところへ行く途中だったそうです。じゃあホームで1時間うろついてたことについては何て？その奥さんに会うのが億劫でなかなか電車に乗れなかったと。あの人は何を聞いてもそんな言い訳じみた答えばかりなんです。痴漢もやってないって言うんですが、見つかる証拠は全部有罪を示してました。結局裁判で無実を主張できる根拠は一つもなかったんです。痴漢は実際にやってた。でも江原はその日、息子の仇である三越場が偉人町で殺されると知ってたんだ。お尻に目がくらんで魔が差すような状況じゃない。ええ、そこを考えると江原にとってこの痴漢騒ぎは計画的なものだったはずです。もしかしたら現行犯で取り押さえられるところまで全部。ああ、結果としてその痴漢行為自体が三越場殺しのアリバイになった。だからどれだけ大っぴらに殺しとの関与をほのめかしても最後には無関係だと言い張れる。なんかだんだん得体が知れなくなってきました。江原はまず間違いなく三越場殺しの一味と関係してるよ。けどそこを口割らせんのは難しそうだな。あいつは多分この件に捨て身でかかってる。息子さんの復讐を果たすためにですか？ああ。共犯者たちは誰なんでしょう？江原はベテラン警官ですし、殺し屋なんかとつながりがあったりするんですかね？
そういう連中を雇って息子の仇を討ったとか。もし仮にそんなコネがあっても大金がかかるだろうな。江原にその当てはありそう。いいえ、学校を訴えた裁判費用でカツカツだったようです。そっか。もしもし、白崎です。ああ、沙織さん。江原との接見を予定したいんですが、明日構いませんか？場所は東京拘置所、源田事務所からタクシーで向かいます。わかった、明日だね。なら俺は一旦偉人町に戻るよ。何か向こうにやり残しが？うん、今回の件で江原が何したにせよ、動機はやっぱり4年前の息子の自殺だ。その時本当に御子柴のいじめがあったのかはっきりさせたい。で、それを聞くべき相手は偉人町に心当たりがあるんだ。わかりました。ではそちらは八神さんにお任せします。うん、それじゃあ明沢先生。もう構わないで。私は何のお役にも立てません。御子柴博之の殺害には十中八九江原さんが関係してます。私には関係ありません。江原さんは御子柴が敏郎君を自殺にまで追い込んだと思っているようです。でも第三者委員会も裁判所もそんな事実はなかったと。どっちが本当なんですか？先生ならきっとご存知ですよね。教えてもらえませんか？4年前御子柴と敏郎君に何があったのか。知りませんって。私は何も。俺は明日拘置所にいる江原さんと話をしに行きます。え？昨日は御子柴が殺された現場を見てきました。彼は殺されるまでにひどい暴力を受けてました。殴り殺しです。両手の指を折られて、その後喉を切られて殺されました。そんな。江原さんは御子柴が殺されると知りながら同じ日に痴漢事件を引き起こしてた。まるで自分だけは御子柴殺害に無関係だとアピールするように。でも本当にアピールしたかったのは多分そこじゃない。え？江原さんは自分が息子のための復讐を成し遂げたんだと、みんなにそう言いたくて仕方ないんです。その下絵の主は御子柴博之と言います。彼は4年前私の息子を自殺に追いやった。そんな江原さんと明日渡り合うには俺にも材料が必要です。4年前、本当に彼の息子は御子柴のいじめを受けてたのか。今俺が先生の口から聞きたいのはそれだけです。その答えなら変わりません。御子柴君がいじめをしてたなんて事実は。待ってください、先生。え？失礼します。あ、ちょっと。この写真の彼が江原敏郎君ですよね。彼がここで聞いてると思って答えてください。それでも御子柴のいじめがなかったと言うんなら、俺も先生の言葉を信じます。そしてもう二度と
こちらにお邪魔しません。どうですか。4年前、私は英語教師になってこの学校に転任してきたばかりでした。早く馴染もうと努力していて、やっと周りの顔と名前を覚えてきた頃です。放課後この屋上で一息入れてたところに敏郎くんが逃げ込んできたんです。どうしたのって聞いたら、人差し指を立ててよく見たら鼻血を出してました。そしてその後三越場くんが敏郎くんを探しに現れたんです。私は見てないよと答えました。だって敏郎くんの表情が状況を全部物語ってたから。三越場のいじめを受けてたんですね。ええ、その後敏郎くんから聞きました。三越場くんたちと一緒に学校を出ると遊びのお金を払わされるんだって。彼らも初めは冗談半分だったらしいんです。敏郎くんがクラスの平均点を下げたからお詫びにクラス全員にジュースをおごれと。でもそれに三越場くんは味を占めたようでした。彼は成績が良くて補習してやると言っては取り巻きと一緒に敏郎くんを連れ出し授業料を取ったんだそうです。お母さんが働きに出てる日は敏郎くんの家にも押しかけていき、夕食にと置いてあったお金も授業料として何度も取った。そして敏郎くんはお金を払えないとき学校で殴られたりトイレで土下座をさせられたんです。誰もその様子を見てなかったんですか。少なくとも私たち教師は。生徒らの中には見てた子もいました。それで私は彼らの担任の先生に報告をしたんです。敏郎くんから聞いたことを全部。その先生はベテランで私よりもずっと経験豊富な学年主任でした。そしてこう言ったんです。3年生はもうすぐ卒業だ、もう学校が騒ぎ立てる時期じゃないと。ありそうな判断ですね。実際成績優秀な三越場くんをいじめ加害者と名指しするには証拠がありませんでした。敏郎くんの話を裏付ける客観的な証拠が。でもやっぱり何か介入して手を打つべきだったんです。私にはそれが分かってなかった。先生、結局私がやっていたのはなるべく校内で敏郎くんが一人きりにならないように目を配ることだけ。それは彼にとって何の役にも立ってなかったんです。だから3学期が始まる最初の朝、敏郎くんは自分の部屋で首を吊りました。ドアノブにタオルを引っ掛けて。それであなたは三越場を問い詰めた。敏郎くんをいじめてたんじゃないかと。ええ、そうです。三越場くんはいじめなんて知らないと言いました。さすがの彼も動揺していたようです。ただ私はいじめの調査に第三者委員会が入ると聞き、すぐに実態が明るみに出ると思いました。生徒たちから無記名のアンケートが取られたんです。そこに見たままを書き込んだという生徒も少なくありませんでした。けどその後の裁判でいじめの事実は確認できなかったってことになったんですよね。そういうアンケートがされたんなら事実確認できたはずじゃ。
いじめを調べた第三者委員会は直接当事者たちに聞き取りをしたわけじゃなかったんです。おまけにアンケートを取りまとめたのは例の担任でした。ところが彼はいじめを見たという回答を全部握りつぶしてたんです。自分がいじめの報告を受けたのに黙殺してたと知れれば責任を問われるから。それじゃあ何のための第三者委員会なのかわからない。ネットには校内のいじめを指摘する声もありましたが、ほんのわずかでした。敏郎君の父親は都内に別居、母親も日中はお勤めされてて学校の内情に詳しくありません。そこにつけ込んで、あの担任はいじめはなかったと押し通したんです。校長にも理事長にも言わずに独断で。そして第三者委員会は三越馬君たちが卒業する直前、いじめの事実は確認できなかったと調査結果をまとめました。なんだよそれ。日本では今小学生から高校生まで子供が年間300人自殺しているそうです。そのうちいじめが原因とされるものは 3% 以下。敏郎君のケースはそこに含まれないと判断された。第三者委員会の報告に江原さんは納得できませんでした。それで清涼高校に訴えを起こしたんです。敏郎君の自殺に対して損害賠償を求めると。裁判は長引いて、私にも証言台に立つ機会が回ってきました。もちろん私は敏郎君に聞いたまま全てを言うつもりでした。でもその時、あの担任が学校側の弁護士を連れて私に何を証言するつもりか問いただしてきたんです。自分に都合の悪いことを言われちゃ困ると。ええ、アンケート隠しがあったことは私もその時初めて聞かされました。あちらも私を味方に引き入れるために全部さらけ出すしかなかったんです。そこまで追い詰められてたんでしょうね。私は敏郎君にいじめの相談を受けたただ一人の大人でした。彼はご両親にも最後まで言えなかったんだと思います。でもだからこそ敏郎君がいじめを受けていたという客観的な証拠は何も残ってなかったんです。彼の相談を録音してたわけでもありません。私自身が実際のいじめを目撃したこともなかった。するとそれを知った学校側の弁護士は私にこう言いました。法律は疑わしきは罰せずだと。確実にいじめを立証できないのであれば三越馬君の名前を出すべきではないと。そして逆にいじめはなかったと証言するよう言われた。ええ、先生にとって難しい判断だったと思います。私は証言台で事実を言うべきでした。でも別の日にはやっぱり他にどうしようもなかったと思い直してしまう。今日までずっとその繰り返しです。ただ自分が 100% 正しかったと思えた日はありません。その後アンケートを握りつぶした担任はもうよその学校に行きました。今もどこかの教壇に立っているはずです。そうでしたか。私にその先生を責める資格なんてありませんけど。あの先生は三越芝のいじめがあったことやアンケートが握りつぶされたこと、他にも誰かに言いました？いえ、言ってません。八神さん、
私ね、自分が学生だった時にも目の前でいじめがあったんです。男の子が同級生たちに追い詰められて校舎の屋上から飛び降りました。屋上から？なんとか命は助かったんだけど、13年経った今も昏睡状態です。ずっと眠ったままその子は、ミツル君はこの先目を覚ますかどうかも分かりません。お母さんが一人お役所に勤めながら一生懸命育ててたのに。お気の毒です。その時の担任は、ミツル君がいじめられてるところを見てもやりすぎんなよと見過ごしていたんです。後で世間のバッシングを受けて教職を追われました。なのに敏郎君の件では誰もが責任を免れた、私も含めてです。誰かが責任を取らなきゃいけないとしたら、その一番手は御子柴です。江原さんもそう考えたんだと思います。子供の頃私は無邪気に先生になるのを目指してました。ミツル君のことがあってからは使命感すら覚えました。なのに私には何もできなかった。